ホームズにこれらの事件解明を手伝ってもらいたくなるほど、このツールは全く素晴らしい。これで君はロンドンの住所録を手にすることができる。この中に尋問すべき誰かを発見するはずである。住所録は君の手帳を整理してくれる。この中の人名か場所を一つだけ選択して、すぐに検索できるように手帳に移動させる。まず目的地を選択してから、次に馬と乗り物を選択し、別の道を行くこともできる。ホームズが長年にわたって収集したファイルは情報の宝庫だ。その中にはいろいろな事件に関係のあるものもあり、面白いだけの参考ファイルもある。ファイルを見るには、まず手帳か住所録から目的地を選択し、どんな情報をホームズがすでに手中にしているかを見るため、このアイコンを選択する。ベイカーストリートの彼らはかろうじて法律を守っている町の若者たちだ。彼らはちょっとした時間でホームズや僕をハッとさせるような貴重な情報を聞き込む技術を持っている。君が彼らに聞きたいときは、まず手帳か住所録から目的地を選択し、次にここを選択する。彼らが探索できる情報がどんなものであっても、あっという間に持ってくる。手帳か住所録から目的地を選んで馬と乗り物を選択すれば、行きたいところへ行くことができる。このアイコンを選択すると、君は手帳を手中にすることができる。この手帳はきっと最大の武器になるだろう。捜査したいと思う名称と場所の後を追って手帳を使用する。探索すべき問題の人間、あるいは場所を決めたら、まず手帳を開き、適切な名称を選択し、次に馬と乗り物を選ぶ。ベイカーストリートの連中は事件解明には非常に重要であるので、君の手帳に入れておいたよ。君がホームズの所在を発見し、殺し屋とその動機について十分な情報を得たと思ったら、このアイコンを選択する。ホームズは新聞が熟読すれば情報の宝庫であるといつも言ってる。タイムズを調べるとき、もちろん君は新聞を見るか、ここでは大写しの図面を選択することもできる。ロンドンという街はあまりきれいな街ではないことを皆さんはご存知でしょうか。建物を覆っているすすの下には400万の魂が生き残ろうと寄り集まっています。ありがたいことに、我々にはロンドンタイムズといういろいろな事件を偏見のない目で捉え、カミソリのように鋭い正確さで情報を与えてくれる新聞があります。この出版社は私たちの調査に評価できないほど情報提供してくれています。我々の事件を援助してくれるグループがあります。その一つ目のグループは、若いゴロツキたちの中の社会のクズと思われている人々の集まりです。不作法者たちかもしれないが、法の上では正義の法の味方である彼らをバカ者扱いはしないでもらいたいと思います。彼らはどこにでも行って、あらゆるものを見て、何でも情報を聞き集めてくる。彼らは私の調査をできる限り手伝ってくれる頼もしい情報屋でもあります。もう一つのグループは、かなり社会的に選ばれた人物や教会であり、彼らはとても私の仕事に使い物になる人々で、調査の初めにこのうちの誰かがデータを売る前に理論を立てようとすることは重大なミスであると、いつも私たちは肝に銘じています。なぜなら、知らずに理論が事実を見極めるのではなくて、理論を見極める事実を誰かが絞り出してくれているものだからです。今から紹介する人々や場所は、事実の収集に我々を助けてくれる情報提供者、または情報提供所です。では、
ヘンリー・エリス氏はロンドンタイムズの海外ニュース記者である。ヨーロッパで何が起こっているかという情報の莫大な貯蔵庫で、また犯罪記事にもえらく興味を示していて、できる限り私の手助けをしてくれます。でも気をつけないと次の日のタイムズのネタになっているなんてことになりかねないのです。ポーキー・シンエルは社会の中心人物ではないが、彼は自分の間違いから多くを学んでいます。今は新しい生活を始め、鉄格子ならぬバーの後ろで働いていますよ。面白いよ、ホームズ。そうかね。まあこのバーとはラバンラットインのことなんだが、彼は過去において私たちに多大な協力をしてくれたので、これからもそうしてくれることを祈っていますが。クインティン・ホッグはポリス・ギャザッテのレポーターで、元スコットランドヤードの警部です。彼はとても素晴らしい推理力を持っています。とても優れた情報源として私たちをいつも助けてくれるのです。ここは出生証明、結婚証明、死亡証明、遺言状などの書類が保管されているところである。オブライアンは記録室で捕まえることができます。ここには刑事と民事両方の法的記録が揃っています。彼はいつも歩いているか、オフィスで百科事典と戦いながら腰掛けているかのどちらかであります。もし彼らが証拠を捉える技を知っているなら、我々の助けは一切必要とされないだろうね。レストレード警部はあまり隙のないやつだが、彼らが価値のある情報源であることは事実です。事実を収集する方法を持っているんだが、我々には明かされていないですな。大抵最後に決めの言葉をもらうのはこの人である。ロンドン社交界のスキャンダルで生活している男なのです。ゴミのような新聞社に好奇心の強い人々をかきたてるような記事を寄稿しています。それがラングデイル・パイクであります。ジャスパー卿はセント・バーソロミュー病院の検視官庁です。ロンドンで最も優れた法廷病理学者で、司法解剖の結果の専門的な詳細を詳しく教えてくれる情報提供者です。マーレーはスコットランドヤードの犯罪学研究所の科学室長です。とても仕事熱心で、いつも机に向かって彼の掴んだ肉体的証拠から犯罪歴を割り出そうとしています。彼から学ぶものはたくさんあるのですが、それは君たちができればの話だが。もし私のファイルで見つからないものがあると、決まって私たちはここへやってきて、あふれんばかりの情報をいただいています。エドワード・フォール氏はほとんどオールド・ベイリーで過ごしている若手法廷弁護士です。彼の想像力を発揮しての仕事ぶりは見事なものです。ホームズ、法廷弁護士と事務弁護士との違いを説明しておいた方がいいんじゃないか。事務弁護士は社会一般の法的ビジネスを取り扱っています。もし裁判所まで出廷する必要がないなら、法廷弁護士を依頼することはないが、出廷する場合は事務弁護士によって法廷弁護士を立ててもらわなくてはならない。ホームズ、誰かが玄関のところにメモを残していったんじゃないかな。8月17日、今朝のタイムズを読んでください。面白い記事が載っています。友人より。